プロスペース、はい、プロスペースのお時間です。なんとですね、プロスペースガチャが来ましてですね、6周年大感謝祭10連福袋、ね、しかも洗濯契約書付きっていうガチャが来まして、今日はこちらをねやっていきたいと思います。まあ、ファーストがね追加されましたけども、里崎のチームにはちょっとファーストは用事ないんだよね。そういったところではね、あ、んでちょっとこのオーダーをねちょっと見てもらいたいんですけど、今覇王、2週連続継続、してですね、でも今降格の危機にいるのよ。グループ F、 これグループは A に近づくにつれて強いってことなのかな。全部で結構あるけどね、だからそれが今 F、 でも F に上がってきた途端全然勝てなくなっちゃって、今ちょっとやばい状況。その中でオーダーをちょっと見てもらいたいんですけど、オーダーが今こういう感じです。今スピリッツ 89,852 ね、で今この状況で、次に来るのがライトの鈴木誠也に代わって高橋由伸さんがでここに入ります。これが今現状、確定中で、そして、ピッチャーがですね、この大野のところにこの選択契約書で大野行きます。もう大野取る、でそれを大野入れて、これ極みに、でも極みにできないんで、まだ大野3体 A3 体しかないから、あと A2 体どうにかするしかない、引きたい、もしくはA のガチャやる、ミキサーで大野をなんとか取りたい。でプラスここに松井裕樹が入ります。これがちょっと変わるところかな。今回選択契約書の自チームでちょっとロッテ取って、ちょっとロッテ枠がこの石川の3700なんで、ちょっとロッテ枠がねちょっと欲しい、3800のっていうところも今考えてます。で現状、こういう形になってます。平均特訓レベルが低いのは大野をね極みにしてないっていうところだと思うんですよね。あとは全部いい形でできてるんですけど、こんな感じです。で今この F ランクの1位の人がスピリッツが9万1000だったんで、あと2000だから1600とか上げなきゃいけないのよ。だからそういったところではちょっとそこら辺をね地道にちょっと増やしながらやっていきたいと思いますけども、ぜひね何かもうちょっとこうした方がいいよっていうのがねあれば、ぜひご意見伺いたいと思いますね。でこの楽天枠だから浅村とどうにかしてちょっと松勇気入れて、ここも野手もねちょっとレアードとかでもいいんだけどね、そういったところちょっと入れていきたいっていうロッテ枠でね、そういう思いがありますね。皆さんぜひご指導お願いします。皆さんの力で里崎をねもっといい位置に入れさせてください。はい、なんとか緑枠とかね欲しいね、350位だったっけ以内に入ってね、最低でもそういったところではちょっとね強化していきたいと思います。さあそしてまずじゃあその前にね、プロスピ交流戦累計28プレイ達成の報酬、これねやらなきゃいけないんで、これ残り2日なんでね、ちょっとこれやっておきましょう。ここでね、だからここで大野とか引いたらやばいよね。欲しいところはね大野、菅野とかも欲しいけどね、まあどっちにしてもシリーズ2欲しいね。じゃあ行きましょう。さあレッツゴー。シリーズ2欲しいよね。シリーズ1をマジやめて。さあここで大野来たらマジやばいよ。選択契約書誰引くかほんと迷う。大野、林、シリーズ2、まあ若手だね。これはね後々すごい良くなっていくから、これね食べておきたい。でもファースト激戦だからね、まあでもシリーズ2だからね、いい傾向よ、いい傾向。さあロッテの中で、まあ、欲しいのは増田ね、増田もしくは、レアード、マーティンね、で荻野で中村ね、唐川10分の6、この確率でねロッテの選手欲しい。このロッテ枠ねちょっと3800が欲しいんで、でこの今言った人たちは唐川だけすぐ極みにできねえな、唐川以外はすぐ極みにできる、そういった面でもね、まあ、誰が来るのかね。さあチャレンジ、さあやっていきましょうね。まずは1回目 S ランク確定、これはもう確実にね欲しいね。レッツゴー。あ確定か、びっくりした。
2枚抜き欲しかったね。2枚抜き、あーノー2枚抜き。さあダリア、王の選択契約書までに王のが欲しいな。今宮怪我しないで頑張れ。吉田 OCS 帰ってくるのか。坂倉もうどこでもできるように練習するっていいね、心掛け。寺岡楽天投手陣踏ん張れ。太田もう落ちていくの早いぞ。増田怪我して再起、来年期待。大山お疲れ様、今年1年。平野おっ日本一になるか。吉川レギュラーダッシュ。さあ誰や、ケムだ。しかもシリーズはさあ2回目レッツゴー。こいやー、あと A の斧が欲しい。 A の斧、 A の斧はもう S ぐらいのレベルの高さ。さあ A の A の飛びもせえへんやんけ。 A の斧欲しい。小深田山崎に負けるな。中田どこ行ったの。もやもやっとしないと頑張ろう。辰巳最初だけか、堂林去年だけなのか。勝野最初とあんまりだったね。バーバー7回の方程式入ってこいよ。二木もだ、何やってんの本当に。二木じゃないよここは。3回目自陣幕でロッテ、今あのね10分の6だからね。レッツゴー。ノーマル10分の6。マスターレアードマーティン、中村からかわ。さあカモカモカモンジチームね。ロッテ枠カモン10分の6よ。スワレス森、今年怪我が大きかった。スワレスもう一回森、打つのはいいね。石川、200勝に向けて頑張れ。角中、吹けるの早いぞ。来い！フォーム変わりすぎ。10分の6外すか。ほんと安田じゃないのよ。さあ、4回目。おぉ、確定以外来おへんのか、おい。確定以外。確定以外にも欲しい。来い！来い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 。選手紹介するのももうがっくりするぐらいの落ち込みぶり。おお来た、石川潤太。しかしシリーズ1ビビってる。来たよ、レアード。おいい、いい流れ、いい流れ、レアード、いい流れ。もう5回目、これはもう確定だからね。レッツゴー。カモンカモン。大野大野マーティン、レアード、増田、原川、中村、渡辺、二木。もっと頑張れ。梶谷怪我ばっかりしてんじゃないよ。マルティンス今年1回いなかったの大きかったね。マーティンホームラン打っちゃうよ。いい量、外野どうすんだ。野村守備も頑張れ。栗山2000本おめでとう。岸中村。さあ OK6 回目レッツゴー。いや欲しい人全然当たってないよ。欲しい人がシリーズ1ばっかりだし、安田じゃないし、おもう飛びもせえへんし、お亀井もうお疲れ様引いた。 A の大野はけえへんし、くうどういうこと。大島2枚抜き。さあ2枚抜き
恐縮レッチゴーからの、そうそうそう、もうこれもう確定は分かってるんだよ。レインボーまで、レインボーまで、レインボーまで、1枚なのか1枚なのか1枚なのか、お当たったってことは安田はないってことは9分の6、すごいすごい確率、頼むよ、9分の6になってる今。青柳タイトルおめでとう。後輩福田どこ行ったの、何してんの。千賀怪我あったのに10勝はすごい。石川修太2枚京都で頑張れ。溝脇今頑張りどころ。ビエイラ足の上げないっす。中村拓也吹き込むのは早いよ。浜口来季かなり期待だね。バレンティングッバイ。さあ9分の6カモンでした。